足がどうか。それでは間もなく2つ目の鉄道通過と
ございます。ゆでかの際はまた少し揺れますのでご注意ください。たまにはそっちの方にもあれしなくちゃいけないな。それでは別途というか今さっきちょっと失礼しちゃったけど、岡田さんにさ荷物の30名の入れたばっかなの。はい、それでは進行方向左側の窓から下には赤い大きい鳥居が見えてますね。どこまで来るか見えないと通る方が、ね、多いんですが、そしてあの鳥居の左斜め下の方に緑の大きい穴が見えているのがテーブルバーコンの庭ですね。今日だって岡田さん頼んだもん、一三で頼んだ。あ、いずれにしろさ、ちょっと一度見たことないから行かしてよ。ね、お邪魔するときまた電話入れさせてもらうわ。ね、いやはい、それでは間もなく標高840メートル、女体山地に到着となります。あ、進行方向に向かって左側へ行ってみます。なるほど。